地検特捜部の攻撃の的、岸田政権は使い捨て。財務省は岸田政権を使い捨てにしようとしており、ここで積極財政にピリオドを打ち増税路線にしていくという隠れた意図がある地検特捜部の攻撃の的、岸田政権好ましくない安倍派は雲散霧消化。まず岸田政権の内部事情についてですが、親中派の林芳正氏を官房長官に据えたことは自身が率いていた岸田派のナンバー2であり、将来の総理候補とも目される林氏の台頭を防ぐとともに政権の安定化を図る狙いがあったと考えられます。しかしこれによって岸田氏は自民党最大派閥の安倍派との対立を招いたとも言えます。安倍派は政治資金パーティー問題で裏金疑惑が浮上しており、東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で強制捜査に乗り出す方針を固めています。岸田氏はこの問題に対して安倍派の閣僚を一掃する更迭人事を行うことで政権の清廉さをアピールしようとしたのでしょう。しかしこれは安倍派の反発を回答内の分裂を深める結果になりました。次に財政政策についてですが、岸田政権は経済の再生を最優先課題と位置づけ、積極的な財政出動を続ける姿勢を明確にしています。岸田氏は政権発足時に所得税減税を打ち出し、経済成長の成果を国民に還元するというメッセージを発信しました。しかしこの減税案は財務省や自民党内の増税派から強い反対を受け身送られる可能性が高くなっています。財務省は岸田政権を使い捨てにしようとしており、ここで積極財政にピリオドを打ち増税路線にしていくという隠れた意図があるとの見方があります。財務省は過去に主導権を握れなかった結果、財政拡大を招いてしまったという強い危機感があり、財政健全化のために消費税や所得税の増税を主張しています。岸田氏はこの財務省の圧力にどう対処するのか、財政政策の方向性が問われています。岸田首相は検察庁特捜部から安倍派への政治資金裏金流用に関する捜査を間接的に知った。このことで考えられることは、岸田首相が検察庁特捜部から捜査の情報をどのように入手したのかについてですが、直接的な接触はなかったと考えられます。なぜなら特捜部が捜査情報を首相に漏らすことは捜査の妨害や政治介入の疑いを招くからです。また首相が特捜部に捜査の情報を要求することも同様の理由でありえません。したがって岸田首相が特捜部から捜査の情報を間接的に知ったとすれば、以下の可能性が考えられます。特捜部が捜査情報をマスメディアにリークしたことにより首相が報道を通じて知ったという場合です。この場合、首相は一般の国民と同じように捜査の進展について知ることになります。しかしこの場合は特捜部が首相に対して意図的に情報を伝えたとは言えません。特捜部は世論を動かして事件化するという手法を取っていると考えられます。特捜部が捜査情報を自民党内の関係者にリークしたことにより首相が党内の人間から知ったという場合です。この場合、首相は特捜部の捜査対象である安倍派の動向や反応についてより詳細に知ることになります。しかしこの場合も特捜部が首相に対して直接的に情報を伝えたとは言えません。特捜部は自民党内の分裂や混乱を狙っていると考えられます。次に、岸田首相が検察庁特捜部から捜査の情報を間接的に知っていたことが政治的にどのような影響を及ぼしたのかについてですが、以下の点が挙げられます。岸田首相は検察庁特捜部から捜査の情報を間接的に知っていたことで、安倍派の閣僚や副大臣を事実上更迭する人事を行ったと考えられます。この人事は政権の清廉さをアピールするとともに安倍派との対立を表明するものでした。しかしこの人事は安倍派の反発を回答内の分裂を深める結果になりました。また国民の支持も得られず、岸田内閣の支持率は低迷しました。
岸田首相は検察庁特捜部から捜査の情報を間接的に知っていたことで検察との対決姿勢を示すことができなかったと考えられます。検察は岸田首相が外遊中や臨時国会の会期末に捜査情報をリークすることで政権の対応を後手に回らせ国会で追及する状況を作り出しました。岸田首相は検察の捜査に対して批判や抗議をすることができず受け身の姿勢になりました。したがって岸田首相は政治的に不利な状況に追い込まれたと言えます。検察は岸田政権を全面的に攻撃する意図を持っていたと考えられます。岸田首相は検察の捜査に対してどのような対策を取るのか政権の危機管理能力が問われています。対中外交の課題。さらに対中外交についてですが、岸田政権は親中派の林氏を官房長官に据えたことで中国との関係改善を図ろうとしているとの見方があります。岸田氏は外相時代に中国との対話を重視し日中関係の安定化に努めました。しかし中国は台湾海峡や東シナ海での軍事的挑発を続けており日本の安全保障にとって重大な脅威となっています。岸田氏は中国との協調と対抗のバランスをどう取るのか対中外交の基本姿勢が問われています。対中外交は反対勢力や障害となるハードルに直面している。反対勢力とは自民党内のタカ派や米国や台湾などの対中強硬派の国々である。ハードルとは中国の軍事的、経済的な挑発や人権や民主主義の問題などである。反対勢力は岸田政権の対中外交を親中的で譲歩的だと批判しより強い対抗策を求めている。自民党内のタカ派には安倍派や麻生太郎副総裁菅義偉前首相などがいる。タカ派は中国の台湾や尖閣諸島への圧力や香港やウイグルなどの人権侵害を非難し日米同盟やクアッド、日米豪印などの安全保障協力を強化することを主張している。タカ派は中国の台湾や尖閣諸島への圧力や香港やウイグルなどの人権侵害を非難し日米同盟やクアッド、日米豪印などの安全保障協力を強化することを主張している。米国や台湾などの対中強硬派の国々も岸田政権の対中外交に不満を持っている。米国はバイデン政権が推進する自由で開かれたインド太平洋戦略のもと中国に対する包囲網を構築することを目指している。台湾は中国の軍事的な脅威に直面しており日本の支援や連携を期待している。これらの国々は岸田政権が中国との関係を改善することで日本の対中姿勢が弱まるのではないかと懸念している。米国の懸念。最後に米国との関係についてですが岸田政権は米国との同盟関係を強化することを表明しています。岸田氏はバイデン大統領との電話会談で自由で開かれたインド太平洋の実現やウクライナや台湾の平和と安定の維持に向けた連携を確認しました。しかし米国はウクライナや台湾の問題に対してどこまで実効的な支援を行うのか不透明な部分があります。岸田氏は米国との信頼関係を深めるとともに日本の主権と利益を守るために自主的な防衛力の強化や周辺国との連携を進める必要があります。岸田政権の発足に対する米国の反応は概ね歓迎と様子見の間で揺れている。バイデン大統領は岸田首相との電話会談で日米同盟の強化やインド太平洋地域の安定に向けた協力を確認した。また米国務省のプライス報道官は岸田首相が日米同盟の重要性を認識し中国との対話と協力を重視すると述べたことを評価した。一方で米国のメディアや専門家は岸田政権の対中姿勢に対して懐疑的な見方を示している。ワシントンポスト紙は岸田首相がハト派と見られてきたことや中国との関係改善を目指す林芳正官房長官の影響力を指摘し岸田政権は中国に対して強いメッセージを送ることができるのかと疑問を呈した。またランド研究所のジェフリー・
ホーニング研究員は岸田政権が台湾有事への関与や中国の攻勢への対処をどうするかが関心の的だと述べた。岸田政権の対応。岸田政権は米国の懸念に対応するために以下のような対策を取ることが考えられる。日米同盟の強化。岸田政権は日米同盟を基軸とすることを明確に表明し、米国との連携を強化することで信頼関係を築くことが重要である。具体的には日米安全保障協議委員会、2プラス2や日米首脳会談などの高水準の対話を継続し、地域の安全保障環境や中国の動向について情報共有や政策調整を行うことが必要である。また日米共同訓練や装備品の共同開発などの防衛協力を拡大し、日米の防衛体制の相互補完性や抑止力を高めることも重要である。中国との対話と協力。岸田政権は中国との関係改善を目指す一方で、中国の挑発的な行動や人権侵害に対しては適切に対処することが必要である。具体的には中国との高水準の対話を維持し、経済や気候変動などの共通の課題に協力することで国の行動を変えることができると考える。また中国との対立や摩擦を避けるために歴史や領土などに関能し、前進ある話し合いで協議を続けていくこととしている。岸田政権は内部事情、財政政策、対中外交、米国との関係という4つの側面から多くの課題と困難に直面しています。岸田氏はこれらの問題に対してどのようなビジョンと戦略を示すのか、国民の期待と不安に応えることができるのか、その指導力が試されています。